こんにちは、社長部長の YouTube の社長です。今回はですね、2023年の2月に発売されました牧田さんの小型のですね、ハンマードリルをご紹介したいと思います。以前あったですね、 HR171D という17ミリまで、コンクリートを開けれるですね機種ありましたけども、さらにグレードアップしてですね、今回型式が HR183D ということで、18ミリまでのコンクリートを穴を開けることができるようになりました。 SDS プラスシャンクの先端工具をですね使って穴を開ける機械になっております。とにかく見てもらって分かると思いますけども、小型で軽量タイプということで、18ミリのですね穴をワンハンドで開けれるよというふうになっております。主な使い方はですね、コンクリートビスの下穴とかコンクリートプラグですねの下穴を開けるための機械になるんじゃないかなというふうに思っています。171前のモデルから特筆すべき点というか、一番変わったのはですね、スピードが速くなったということですね。カタログ数値でいきますと 65% アップということで、かなり速くなりましたね。カタログにも書いてますけども、回転数がですね大幅に上がっております。1分間に680回転だったものがですね、今回1100回転まで上がっています。高速で穴を開けれる小型の機械ということで重宝されるんじゃないかなというふうに思っています。サイズの方がですね、15mm ほどサイズアップしております。以前の171が 273mm、 今回ですね 288mm というふうになっています。重量の方もですね、 100g ほど重くなってます。 2.1kg から 2.2kg ということで、これは 18V 6A のバッテリーを装着した段階ですけども、 100g ほど重くなっています。ただですね、ご紹介したいのがですね、囚人システムということで、以前はですね、先端に蛇腹のこうカップをつけて粉を囚人するタイプだったんですけども、今回はですね、ちょっとこの機械後で実演で試してみたいと思いますけども、囚人システム DX1616 というものかちょっとわからないですけども、この本体のみという設定の販売もありますけども、セットという販売もあります。この辺もですね、後ほど実演してですね、皆さんにご紹介できればなというふうに思っていますんでね、ぜひ最後までご視聴お願いたいと思います。それではちょっと実演やってみましょう。それではですね、コンクリートビス4ミリの下穴によく使われます 3.4 ミリのコンクリート切りでですね、コンクリートにちょっと穴を開けてみたいと思います。じゃあですね、今下向きに穴を開けたんで、今度は横にですね、ちょっとワンハンドでいきます。こんな感じですね。 3.4mm なんで能力的には十分ですね、軽々開ける感じですね。ちょっとですね、 10.5mm の切りも用意してるんでですね、そちらの方でもちょっと開けてみたいと思います。 10.5 ミリのコンクリート切りを装着しました。アンカーの下穴ですねによく使われるサイズじゃないかなと思いますね。じゃあ行きます。10.5 ミリの横穴、アンカーあんまり止めることはないかもしれませんけど、一応ですね、ワンハンドで穴を開けてみたいと思います。ワンハンド今 2.2kg だったかな、重量ですけども、ちょっとやっぱ片手でねずっと持ち続けるとかなりちょっと
負担がかかるような感じはします。今どれぐらいかな、まあ、15箇所ぐらい穴開けましたけども、軽量とはいえですね、やっぱちょっとやっぱり手には負担がかかってきますね。 10.5 の切り使ってますけども、やっぱ 3.4 ぐらいね、小さいプラグの下穴とかですね、そういう風なドリル径なら大丈夫でしょうけど、ちょっとやっぱり時間もかかりますんでね、大きい径のドリルに関しては若干ちょっと負担がかかるかなっていう感じはしますね。ちょっと横開けてみますね。あんまりちょっと数を打つことはひょっとしたらないのかもしれませんけどね、まあちょっと開けてみました。まあ、かなりでも本当楽に開けますね。ただ先ほど言ったようにボディのね重量自体が軽いんで、なんとなく反動も大きい感じはしますね。やっぱり上位機種の 28mm とかね 24mm 開けれる機種の方が、こういう大きい径に関してはね軽く開けれるのかなというふうには思ってます。で、囚人システムをつけない状態で今穴開けてみましたけども、次はですね、一番ちょっと個人的に気になっているこの囚人システム DX16、こちらを装着してですね穴開けたいと思います。はい、それではですね、簡単にこの囚人システム DX16 をちょっとご紹介してみたいと思います。本体にですねセットできる形になってますけども、重さがですね約1キロぐらいありますね。セットした段階で重量が 3.3 キログラムになるんで、まあ、逆算するとですね1キログラムというふうになります。まあ、装着はですねもう簡単に装着できますね。キリを、まあ、外した状態で上から差し込むような形ですね。こんな感じでこちらの方にですね、まあ、囚人の粉が溜まるような形になってます。でこちらの方もですね取り出して清掃ができると、ここですね、途中で作業の途中にですねこのダイヤルを回してもらうと、もうちょっと原始的ですけどね、まあ、振動で、まあ、このフィルターの中のこのフィルターに詰まったですね粉が落ちるというふうになっています。このフィルターもですね取り出して清掃できるようになってますので、ね、まあブロワーとかダスターで吹き飛ばしてもらえばいいかなというふうに思います。じゃあ実際ですねちょっと囚人システム DX16 威力を見たいと思います。まあ、ここからね吸い込む形になります。下側に吸い込む口があって、このモーターのお力で吸い込んでいくというふうになってますね。つけた状態でどれぐらいなんかこう吸引力があるのかちょっと見てみたいと思いますんでね。まあ、セットの仕方ですけどね、まあ、今本体はセットをしましたけども、このスライドするですねこのちょうど筒というか、まあダクトのとこですね調整して穴の深さもですね設定できるようになってます。これぐらいのところでですね、まあ、当たるところで、この後ろ自分に近いところのこのストッパーをですねセットしてもらって、であとはこの前のねストッパーで深さが調整できますんでね、これあまり行くともうちょっと限界まで行くんで、まあ、ゲージの代わりにもなるという風な感じですね。まあ今3時ぐらいかな、30ミリぐらい、入る状態になっていますね。こんな感じでセットします。じゃあ実際この囚人システムを使った状態で穴を開けたいと思います。じゃあ次横行ってみますね。粉飛び散ってませんよね。で今これ 3.4 ミリなんで切り粉というか粉の量も少ないじゃないですか。ちょっと 10.5 でやってみますね。はい、じゃあ 10.5 ミリで横行きますね。
全然粉出らん。めっちゃ優秀これ。これも現場絶対使えると思いますね。まあ、この粉溜まってますけど、でちょっとこれでね、今さっき言ったようにカチカチカチやりますよ。なんかこれちょっとこれはなんかこう気持ち程度やね。まあ振り落とすと、まあ、超原始的な感じなんですけど、もうこれ本当に落ちてんのかなっていう感じやね。こう叩いてもいいかもしれない。でもこの囚人すごい、ほとんど粉出てないもんね。まあどっちかっていうとこのスピードというよりもこの囚人システム、これがいいですね。はい、という感じでした。はい、まあこんな感じですね。切り子の方溜まってますけどね、まあ、容量が 400ml、まあ、ちょっとなかなか感覚的にはつかめないと思いますけども、まあ、作業する分には十分かなというふうに思います。で今までやっぱりこの 18mm、まあ、軽量小型クラスでね、こういうふうに囚人システムがつけれるやつってなかったんで、すごくこれ重宝しそうですね。しかもこの囚人能力というのがめちゃくちゃすごい、これはいいんじゃないかなと思いますね。もう一回一回その掃除したりっていうのは結構手間なんですよね、現場で。まあ本当この囚人システム最高じゃないかなと思いますね。こんな感じで出てますよ、ね、結構囚人してるもんね。これを掃除しなきゃいけないと思うと大変だもんね、はい、こんな感じですね。はい、というわけでですね、今回は牧田さんから発売されました HR183D をご紹介させていただきました。まあ、最後にですね、セットでですね、バッテリーと充電器とケースとですね、ついて91,000円です。そしてこの囚人システムがついてもですね、プラス8,900円で99,900円ということで、もうぜひですね、この囚人をセットにしてね、お買い求めいただきたいなというふうに個人的にはね、思います。バッテリー、充電器お持ちの方のためにもですね、まあ、こちらの 183D の本体のみが 44,000円となっております。そしてこの本体と囚人システムのみの販売もプラス8,900円で 49,300円ということで販売されておりますのでね、店頭で見てみてください。私個人的にはですね、この囚人システムめちゃくちゃ気に入りましたね。さすが牧田さんのこう、まあ、開発力というか技術力を見せつけられたなというふうに思っています。本日もですね、製品紹介させていただきました。ありがとうございました。次回もですね、ちょっとね、次回は今度ハイコーキさんとこの牧田さん、この新型のね、まあスピード対決やってみたいと思いますので、ぜひご視聴よろしくお願いします。本日も最後まで、ありがとうございました。